今日の下着の色は公明党熊野誠志、はい、参院議員のセクハラを被害女性が告発と。LINE 入手、これ週刊文春なんですけど、新潮もこれちょうど同じタイミングでそうなんですよ出していまして、公明党の熊野誠志参院議員が創価学会の女性信者との間でセクハラトラブルを抱え、現在入院中で面会謝絶の状態にあることが週刊文春の取材で分かったということなんですね。でこの熊野議員はこの前の参院選で2期目に挑戦しまして、見事当選を果たしたということですね。比例で出て27万票集めていたと。で創価学会員の A さん、これ親の代から創価学会員で、だから2世のこの A 子さんなんですけど、ある知人を、共通の知人を介し、熊野さんを紹介されてですね、しばしば連絡を取り合うようになり、で電話をこう毎晩のようにこの熊野さんからかかってくるようになったと、そのうちだんだんと私に卑猥なことを言ってくるようになったんです、今どんな格好をしているのから始まり、今日の下着の色は、とかとでどんどんエスカレートしていってですね、電話や LINE 上のセクハラのみならず、面会した際に尻を触るなど具体的なセクハラも過去にはあったということなんですね。でこの LINE の、スクショが載ってるんですけど、ちょっとこの場で言えるような言葉ではない官能小説みたいなことが書かれていまして、どんどん妄想に入っていったんでしょうね、この人は。なんでしょうね、いやとんでもないことを言いまくっていたわけなんですけども、クリーンな政治を標榜する公明党だが、所属議員の女性トラブルは後を絶たないということで、確かに近年なんかありましたよね。それこそなんか遠山清彦衆院議員がコロナ禍の銀座通いを報じられ、その後議員辞職したりだとか、2017年には長沢宏明参院議員が女性問題を彰子に報じられ議員辞職、樋口直哉前衆院議員も同年の選挙直前に同様の問題で公認取り消しみたいなこともあったということなので、ちょっとクリーンなのかなっていう。リベラルな政党立憲民主なんかもいっぱいありましたよね、だからリベラルな政党ほどそういう女性に対してのセクハラとかないかと思いきや真逆で、だから自民党といえば吉川赳議員ぐらいしかいないじゃないですか。いや、いっぱいいますけどねでもそれはパパ活でしょ、でも今度はこっちは強烈なセクハラっていうか、ただこれね、セクハラしてたの気づかずに口説いてるつもりだったんじゃないかなっていう。いや、あの文面で口説いていたとしたら相当社会常識からずれてますよだいぶおかしいという話。そうだってなんかね、だからセクハラが趣味ってことなんですよいやじゃあダメじゃないですかそれいやだから口説いてるつもりだったんじゃないかなって思うんですよそういう人っているんじゃないかなっていう、なんでしょうね、いわゆるなんかテレフォンセックスみたいな、そのなんか LINE セックスみたいな、多分そんな感じでやってたんじゃないかなと。ただ相手のその同意合意が取れてなかったんじゃないかなと。これはおっさんに限ってはよくあるっていう感じなんじゃないですか。これ政治家こんなのばっかりじゃないですかなんか見てて、なんか永田町だけなのか、それとも一般のね会社でもこういうのがあるのかどうかっていうふうに思いますけれども、ただちょっとなんか不可解なというか、これ今回文春と新潮両方に同日に出てるんですよ。だからやっぱ何らかのこうリークがあったと。こういうのは大体持ち込むんですよ。これちょっとあれだったからってこと、持ち込んだ時に採用するしないなんですけど、で文春の方に先に来たら、新潮には行ったんですかとか、多分新潮も新潮で文春に行ったんですかって言って、ただ採用されるかどうか分かんないじゃない、だから両方に同じこと喋って、なっちゃうっていう、両方とも出ちゃうっていう場合があると。そうなんかちょっとそれを匂わせるようなことをですね、これ公明党の公式がそのコメント発表してるんですけど、本人に報道された内容について確認し、そのような事実があれば党として議員辞職を求めていくという姿勢を見せまして、でさらにその熊野議員は本件に関連し、入院前に弁護士に依頼をしていると。でその弁護士によると、当該女性が主張することはあまりにも一方的で事実経過と明らかに異なる。当該女性は熊野議員に対し妻と離婚することを必要に強要しており、最近では期限を付して離婚するよう強く迫って応じなければ週刊誌に情報を提供するなどと脅し、熊野議員は精神的にも極度に追い詰められていた。その結果、医師の判断により入院、面会謝絶となったとのことだということで、で熊野さんの奥さんも弁護士に依頼して、その当該女性への法的措置を取るということも党としては聞いてますっていうのをこう書いているんですよね。じゃあこれ不倫関係にあったんじゃないんですか。そう、不倫関係にあったのか、不倫関係にあったんであれば、こんなの普通にやり取りする人はいると思いますよ。付き合ってないのにこれやったらセクハラだと思いますけど、付き合っててやるのは、これはそういう趣味の人はいるんですよ。そういうなんか言葉的にそういう言葉しかのやり取りしかしない人間はいるんですよ。はい、いるのはいるんですよ。はい。いや、でもその強要されてる人間があんなこと書くのかっていうのもあるし、確かにね、ちょっとこれどっちがどっちの話なのかが全然、そうなんですよ、はい、誰かが嘘ついてるんですよ、これは。こんなことぐらい入院すんなやってますね。政治家がね、政治家がこんなことでなんですぐ入院してねえ、憔悴しているとか、政治家入院しがちですよね。すぐ入院しちゃうからね。はい。本当そうなんですよね。なんかちょっとこれスキャンダル出るなと思ったら緊急入院とかしてしまいますので、まあこれだいぶ昔の話ですけど、うちの地元の中川優子議員なんかもちょっとスキャンダル出て。不倫疑惑ね。でなんか入院してタバコ吸ってたみたいな。六本木で注意して路中してて、それ写真撮られて入院してましたね。で入院先でもタバコ吸ってて、病室でタバコ吸って注意されてたっていう。そういうのがありましたけどね。まあでもこれまた事実がはっきりすれば議員辞職ということになるでしょうし、となるとまあ繰り上げで誰か当選するっていうことになるのかな。公明党これ比例なんで、そういうことになるんじゃないかなとは思いますけどね。こういうのはどのぐらいまあ辞任しなきゃいけない問題なのかっていうか、法は犯してない。まあその不倫不定関係、そう不倫だけだったんじゃないのっていうか、お互いにこれは本来納得すればいいんですけど、多分結局遊ばれたと、もて遊ばれたから、金もくれなさそうだから多分リークされたんじゃないかっていうのが、現状の僕の見解ですけどね。ちゃんと手切れ金とかビシッと払ってれば、やられなかったんじゃないかなっていう感じはしますけどね。まあなかなか、だからこれちょっと両方、ちょっと人間革命もう一回読んだ方がいいんじゃないですかね。人間革命を全巻通読して、ちょっともう頭にこうパーンとさせるような革命を起こした方がいいんじゃないかな。そうですね。信心深さが足りなかったんじゃないかな。信仰が足りないと。そうですね。で今やっぱこういう時代ってなんか昔は許されてたよねみたいなことがもう全部 NG になってるんですよね。だからその不倫ぐらいで騒ぐのは違うんじゃないかっていう、全然。だってそれこそなんか伊藤博文とかなんて。なんかそのね、知り合いのその奥さんとやったみたいな、全然愛人がいっぱいいたとかね、愛人がいっぱいいたとか、黒崎豊なんて奥さん切り殺してますからね。それは犯罪だろうと思うんですけど、いや犯罪っていうかもう人の道に外れてますよね。維新の元君はありですからね。でもやっぱ単純にこれも時代が変わったっていうことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのいかにそのなんていうかな、その合意の上の不倫だとしても、基本的にはもう全部 NG になっているし、まあそれはやっぱ政治問題になって、だからそういうなんかそういう隠し事というか、不倫してるような人間には政治をやってもらいたくないみたいな。そうですね。これ難しい話ですね。なんか道徳性がいるのか、政治家として能力が高ければ他は何やってもいいというふうに考えるべきなのか。たまたま日本は安倍さんはさ、すごい道徳心も高くて、人ですけれども、なんかね、あれでもっといろいろ私生活問題あった時どう評価されるのかなとか、いやそれはもう盛大に叩かれますよね。叩かれるか、やっぱり、それは絶対言われると思いますし、やっぱ特に要職についてる人、この方もその政務官とかはやっていたので、それ多分今後期待されている人物だったんじゃないかなとは思うんですけど、それがやっぱこういうスキャンダルでなんか足をすくわれるというのは、だからこそやっぱ政治家には気をつけていただきたいですね。そうですね。政治家はまあこれから先はアウトでしょうね。そうですね。基本的にはもうすべてもうネットでどんどん拡散されてしまう時代なので、行くんだったらもうプロに頼むしかないですよね。プロのなんかこうね、なんか高いお風呂屋さんに行くとか、プロ中のプロに、そうプロ中のプロ屋も全然あそこにいたよって言われたら終わりじゃないの。それなんか前誰か書かれてましたけど、でもそれは別になんかそこで終わるじゃないですか。あ、それはまあ店だよねみたいな。まあそうですね。そうだからプロのそういうところに行ってなんとか収めるしか方法はないんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。まあね、ワンワン高井はじゃあ、自粛中じゃなかったら OK だったのかとかね。おしぼりも使わなかったとか。そうそうそう、だからあれ自粛中だったからすごい叩かれたっていうのがあるんですけど、自粛中じゃなかったらあれはどうなのか。高井隆さんというのは、あれで狂ったのか、元からなのか分かんないですけど、なんか今もうちょっと令和にいってるじゃないですか。ね、そうそうそう。それで結構なんか危ない主張されてるので。ああ、なるほど。もともとそうだったのかね。だから令和、そのやっぱなんていうか、もともと立憲ですよね。立憲です。立憲という重荷が取れてやりやすくなったのか、主張しやすくなったのか、何なのか分かんないですけど、そうですね。いや、こういうネタはもういくらでも出てくるでしょうね。今後政治家気をつけ、だけどまあ能力ある人が政治家にならないっていう感じにはなってくるでしょうね。いや、もうそうですからね。はい。いやだってもうますますね。いやというかもう日本のその社会構造ってやっぱ二世議員とか三世議員が圧倒的に強いじゃないですか。だからそこでじゃあ公募で出ようっつったって希望の選挙区から出られないなんてやっぱザラだし、となるとやっぱ違う政党からでもその対抗するような政党は人気なかったりとかするから、やっぱもう日本のこの政治家ってやっぱなんていうかな、優秀な人にならないですよね。仕組みが良くないだろうというのはまあ確かに思いますね。中選挙区制に変えたらだいぶ変わると思うんですけどね、僕は。自民党もやっぱその予備選挙をもっと徹底的にやるとか、そういう形にしないと、でそのなんていうか、2世とか3世を優遇しないというか、同じ土俵で戦ってもらうようなことにしていかないと、ちょっと難しいですね。難しいですね、それは。そうですね。田中武さん、新刊「日常は情報戦」非常に読みやすく一日で読むことができました。友人の話なんですが、和也は反陰謀論なら反コロナで左に寄っている連中のおかしさを指摘してほしいとのことです。なるほどね。友人の話として、友人の話なのですがということでね、だから反コロナで左に寄っている連中のおかしさも指摘をしてほしいと。まあ反コロナで寄ってる人ってなんかあまり右も左も関係ないんですよね。まあそうですね。両方同じような、いやコロナってやっぱ特殊なんですよ。なんかこう右派も左派もなんかその同じような主張をしてるというか、だからそのワクチンがなんちゃらとかマスクがなんちゃらとか、結構やっぱ同じタイプなので、だから結局それ言うとなんかあまりこう左派とか右派とか関係ない感じになるのかなというのはありますけどね。